どうも、裏方チャンネルです。裏方チャンネルの動画を、副音声形式で皆様と楽しんでいこうという、こちらの裏方ラジオでございますけれども、今回も、ゲスト、タレンチ小畑くんです。どうもー。控えめに言ったら体重56キロ、タレンチ小畑です。お願いします。控えめに言いすぎでしょ。控えめに言うとね。控えめに言いすぎてますけどね。言わせていただきました。さあ、今回も小畑くんに、はい、密着ということで、はい、まあ、ずいぶん久しぶりのね、動画になったんですけども、そうですね、3ヶ月ほどちょっと、休養というか。裏方チャンネルを小畑で回ってるね。小畑を取って小畑が解説すんねや。小畑が骨折したらそら動画もなくなるし。なるほどね。その後止まんねや、やっぱり。はい、復帰して、まあ、ウーバーイーツというか。ちょっとね、舞台じゃないんですけどね。戦う場所を変えて、戦う。バーウーですよ。はい、バーウーでございます。どうでした？まず。え？長谷川さん、一日ウーバーやってみて。はい、これ聞いてみたよ、ちょっと。いや、まあ、初めてやったからね。そうやん。てか、まあまあ、その、まあ実際にはやってはないけど、こうついてきてね。ね、まあ、わかるやん。同じルートやったし。いや、でも、しんどいね。やっぱ最初に2、3件はね、ちょっと楽しそうにやってんのよ、俺も。うん。やっぱその、ちょっと、その、ちょっとした旅じゃないけど。ミニ旅みたいな感じでね、うん、やってるけど。そうそう、サイクリングな感じするけど。いや、まあ、いい天気で、気候も良かったけど、うん、しんどいよね。この日は最高の日やってんけど、うん、俺今日もやってたけど、うん、今日は多分6度の風速10メートルやった。この日はだって15度ぐらいあったもんね。あったし、風もないし、うん。外で全然待ってたっていう。そう感じやったけど。で、そういう日にもよるんやろうけど、やっぱ普通に多分いい日なんやろうけど、辛かったよ、俺も、うん。これまだこのね、うん、序盤、火照ってるうちは大丈夫でしたけど。この逆襲のウーバーイーツっていうこれ本当いいですねこれね。東京リベンジャーズを今回でしょうね。ちょっとイメージさせて。すっごいリベンジャーズ感が。もう逆襲って言うてるしね。日本語にしてるし、まあね、リベンジ。今回そのあれからね、あの漫才劇場落ちてしまって、そう、ね、それでも這い上がるぞというね。そうそうそう。小畑君。やっぱりもう今舞台なくて暇やから。しっかりでも、そうウーバーイーツの顔してるね。なんだウーバーイーツの顔って。終わりや、そうなんプロウーバーイーツ。ああ、なるほどね。誇りを持ってやってるということね。結局、このポイント、全然来なかったですね。全然、最近。この日は。全然ならへんだよね。いや、そんな略してマクドナルドも少なかったですしね。さんまさんですよ。マクドはほんまに一番お世話になるからね、ウーバーイーツやったら。いい背中でしょ、これ。うん。リアルにあれやからね。あれを取ってくれる人もおらん状況であれやからね。だからこの日は、割と15分くらいでもう来たけど、うん、そう。実際はだからもうちょっと待つ時もあるでしょ？時もあるし、うん、しかも、ハセがおったからだいぶ楽やったの、賞味。この日？うん。やっぱ喋りながらできるしさ。あ、まあ、この日ね、だからまあ全部動画も上がっちゃってますから、うん、あれですけど、24件ですよね。そう。これはどうなんですか？多い方やった。まあ頑張った24は。めちゃくちゃ頑張ったと思う。しんどさが違うのやっぱ。一人の24件と。全然違う。だってもう、ずーっとジャルジャルさん見てるもん、俺。ほんまに。だから今度だから、丸一日その一人で、うん、あの、インカメでずっと撮り続けてほしい。そのほんまに思んないで。たま、もう全然喋らんでいい。何にも喋らへん。ほんまに。そのローアングルでね。下からのアングルって。ほんまに人が老けてくのをゆっくり見るだけよ。ほんまに。ちょっとずつ髭が生えて。そうそう。アハ体験みたいな感じで、ちょっとずつ老けてってるのを見るだけ。朝は生き生きしてる。そう。これ朝だから、まあ時間ね、ちょっと今回出してないですけど、10時ぐらいからね。半ぐらいかな。スタートして。うん、もうほぼ12時間から13時間ですかね。そうね。やったの。ほぼほぼ12時間。ね、まだ休憩入れたら。休憩入れてね。そう、あれやけど。ウーバーですで一番面白かったかもしれないね。あれ日常やから。そうこうしてるうちにこれも、一本目終わりっすよ。なるほど。はい。ああ、これね。カメラを意識してるね。エンターティナー。というわけで。はいはい、はい。一本目終わり。まあまだ導入ですから、一本みんな元気よ。はい。さあ、うん、2本目でございますけども、かっ
っこいいね、オープニングが。2本目から急に、あのね、1本目の編集の時は序盤やったから、あの、ウーバーイーツの CM でさ、ちょっとなんか爽やかな音が鳴ったりするから、それを意識してたけど、ちょっと2本目からやっぱもう逆習慣出していきたいなっていうことで。すごいリベンジャーズ感。ロック。かっこいいよ、これ。俺言ってやん、ハゼに。何？ネトフリに配信してくれよ。ちょっとは見れんちゃうか、騙されて。浅草キッド見た後にこれ見たらもうリアル芸人。あんなもんじゃないから。そう、あんなもんじゃない。あんなもんじゃないって言ったら失礼やけど。たけしさん苦労されてたけど。素晴らしいけど。たけしさんでも売れ始めるのがすごく早かったからね。そうそうそう。かっこいいやん。バイトのとこがないから、ね。こんなにかっこよくないんやから、実際は。実際はね。うん。言ってましたしね、その人生の最高尾行ってると。そう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 。ほんまに最高尾。でもやっぱりね、あの、そのネットフリックスっぽくなるっていうのはやっぱ iPhone 12 Pro に変わってるんで、携帯が。あ、長谷川さんの。この3ヶ月。機種が。機種が変わったんで、やっぱね。だいぶ違う。あと小畑くんのやっぱ肌質がいいよね。この、ほら、見てもらったらわかると思う、これ。散髪したてっていうのもあるけど。確かに。清潔感に溢れてるよね。配達員としては一番大事かもしれない、清潔感。これだから売れてないからって言って、もっと汚い芸人やったら取りにくいよ、こんなよりで。あ、これなんかボケる時に俺らが黙るのもよくないけどね。あ、ここやっていう。これね、まあ、さっきも言ったけど24件あんのに1件目でもう1本目終わっちゃってんのよ、これ。ペース配分間違ってる。裏方チャンネルのよくあるね、うん、ペース配分の変なとこ。そう、ほんであの長谷がもう最後のシンドラって撮らへんって言っても動画を。それあの実家ワルソもそうやったけど、もうね、終盤ね、やっぱなんか早終わらしたいっていう二人とも思い出すから、うん、一番大事なゴールを取ってなかったからね、あれ。気ぃついたら寝てたからね、実家マラソンは。そうよ。で、これもね、でも、こっから先さ、うん、2軒目、3軒目行って、すぐ到着っていうテロップ出てるけど、確実に当たり前やけど、俺らは走ってるからね、道を。相当走ってるから。すごいパッパパッパ行くけど、そう、視聴者の人はもう2秒ぐらいで終わっちゃうのよ。うん、これ、瞬間移動のノリやけどな。今回からでもね、あの、こんな感じで画像いいのをね、し始めてます。結構こだわってるよね、やっぱ自由もね、こだわってるし。ちょこちょこね、ちょっとテロップも、ウーバーイーツっぽいやつ。でもメインはこのね、ちょっと弱そうな事態というか。あともうね、ご存知、小畑くんはオレンジで、俺は青という色が。いただきました。レッツラゴーゴーゴーノスケ。これ好きやわ。ゴーゴーゴーノスクはね、もうテロップいらないですから、ね、面白いからレッツラゴーゴーゴーノスク。今回だからね、曖昧までギャグっぽいことが多かったんで、ギャグにテロップをつけるかどうかっていうのすごい悩んだね。なるほどな。なしで全然笑えんねんけど、なんかテロップ入れるとなんかやらしいでしょ、ちょっと笑い欲しがってるみたいな。ちょっとくどい。そうやね、だから、入れるとこはもうちょっと控えめに入れてるというか。そんなとこは控えるくせに店の情報めちゃくちゃ載せてたの。大変やろあれ。店の情報はね、一軒一軒。しかもあの個人経営やったらさ、言うこといっぱいあるんだけど、チェーン店やからもう知ってるみたいな。花丸うどんな。あ、もうサクサク3軒目行ってます。そんな店舗で打ち立て茹でたてのもちもちの魅力丸亀製麺ね、さんね、美味しいけどこのちょっと迷ってるみたいなね、合ってるんかなって、うん、ダブルもらい、ダブルもらい2件いきます。ダブル受注してます、うん、これはね、やっぱりウーバーならではない、そう、ロスが少ないです。 あ、これ片足上げ、ね、完全にあの、なだぎさんのボケです、ね、ああ、なるほどね、うん、全然そうは思えんよディランのボケですね、完全にね。ウーバーです。あ、いいですよ、こことかこれマジで、全く意識しなかったさ、あの2個。あ、自然にやってんやと思って。あれだって、インターホンほんま見てるか見てないかでしょ。俺自分のこと好きになったもん。人が見てないとこでも、頑張れる人間なんやと思った、ちょっと。さあ、そんなこんなで。はい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 。あっちゅうまで。あれでした。さあ、3本目ということでございますけども。はい。はい、これもまたちょっと BGM また変えさせていただきます。毎回ちょっと変えてるよね。今回全部ね、ちょっと、ロック調ではあるけど、うん、曲は変える。はい。そうそう。で、このね、あの、自分、あの、相性みたいなのが変わってってるの、どんどん。ウーバーカリスマから今、ウーバー王子に。出ました。初めての長距離移動。これがね、やっぱウーバーなんですよ。急にね。そう。
それまではだから大体1キロあるかないかぐらい、ね、うん、やったけど、もうでも2秒です。つきました。ここを打つせ、5キロ。きつい、しんどいよ。まあ、すごくね、いいサイクリング日和ぐらいね、うん、ほんまに。いや、まあまあね、あったかかったけどね。これね、なだぎさんのボケですね、完全に。いいですね、影。うん、影を打つって。空も綺麗ね、これ。ね。激草飛んでる。地元民に怒られますよ、そんなこと言ったら。でも、やっぱ、光太くんが走るとね、狭そうなんですよね。そうそう。臭いより狭い。唯一の西成でしたね、だからこれが。そうやね。ね。西成ってちょっと、まあ、ちょっとだから、ディープな街ではあったけど。そうそう、でも結構行くよ。あ、そう。うん、普段西成には。あ、また、パンチョ。俺、初めて行ったけどね、この日。パンチョ？もう今までなかったわ。あ、そうなんや。なるんや、と思ってびっくりした。ここの店はね、うん、あのよく店舗変わるんすよね。そうなんよ。場所がね、場所ね、どうなんか。パンチョまだ長い方よ。パンチョ長い方ね。頑張ってます。坂道感がね、伝われんかったから俺のミスかなと思う、ね。これはちょっと平行やんもん、ほぼ。しんどそうにわざと。前の人も普通に声出るから余計そのしんどさが伝わらへん。もうどうやって撮ったらあれなの、坂道に見える。あれ結構普通にあるよね。結構しんどいよ、あれ。あの上本町、うん、谷急の。そうそう。ここからね、舞台があの南部から上本町に変わるというね。この日にあの上本町の良さに気づきましたね、俺は。あ、今までだから上本町あんま行ってなかった、ね、そこまで別に重宝してなかったんやけど、この日は結構なりましたね。上本町結構多かったですね。なあ、多かった。これもよくわからへん、心。届け先が近いニアーズバーガーという、ね、謎のこと。めちゃくちゃ迷ったら入れるか。ここ切ってもよかったです。切れよ、迷ったら。ここがね、割と、うん、3本目では、僕らでは。子供ただチャリが置いてるだけ。どうすんのこれ、撮ってる時にもし仮に出てきたら、あ、俺のチャリめっちゃ取られてるって。ウーバーのリュックセットめっちゃおもろいな。子供ちっちゃいね、ナップサックみたいな。そうそうそう。また行って。これまあ裏話ですけど、ここでね、あの大阪クレオパトラの山地さんがね、働いてらっしゃるというくだりがあったんやけど、そうそうそう、ちょっとなんかほんまに怒られるかもしれんなと思ったので切りましたけど、ね、あ、勝手にね、あんまりここで言っちゃったら結局まあ一緒やで、まあここ、こうね、すっごい若い女性と働いてます。たくさんのそれね、結構面白かったんやけど、なんかちょっとさすがにあの無許可やから怖いなと、まあね、ちょっと声だけ、もし怒られたら行き過ぎませんって、うん、これ言いますから。行き過ぎませんよね。本間もんの宅配おるんすね、ほんで横にこれ。別に俺も本間もんの宅配や。何を偽物扱いして。いや、ちょっとなんかあのセミプロみたいなとこあるじゃないですか。エセない。さあさあ、もう目終わりということで、はい、次4本目です。さあ4本目ということで、はい、いいですね、音楽。いよいよ、だから4本目になってくると、もう、ちょっとずつ佳境に入ってくるというか、うんうんうん、まだでもね、疲れてないんかな。まだだってさ、挟んでないもんね、休憩を。そうか。うん。あ、ウーバー伯爵。伯爵にならさせていただきました。伯爵。確かにこれね、今、これ4本目でまだ8件でしょ。うん、こっから倍以上を5、6でマックス、うん、まくるっていうね。伯爵、ご機嫌。このでもね、フロントアングルっていうのは良かったですね。うん、あ、これね。これは結構ね、うん、このシリーズ傑作。ね、サービスしましたよ、今回これ。これね、さすがに動画で、うん、ほんまにちょうど1分間やったの、これ。さすがに1分は流せなかったね。遠いし、その声聞こえへんし。ほんで、ほんまの裏話やけど、うん、これやる前に、ハセに、こっち見てってライオンポイント。そうやね。俺が、あって思って、もう、うん、俺でも回すか回さないか聞く前、もう俺回しながら、そうそうそう、スッとね。じゃあ、あ、おったと思う。うん。白子いかん、ね。なんかね、この日はやっぱね、二重も綺麗なの。あれ。なんか素敵な顔してた、ね、なんかね、かっこいいですよね。うん、あ、反響する終わったね。めっちゃ綺麗に聞こえた。本来、そういう目的やもんね。頑張るきっかけをあげたいという目的。そう、笑かしたいとかじゃないよ、別に。あ、頑張ろうって思ったら正解。うん、うん、そういうこと、そういうこと。このマンションの方もね、頑張れるっていうもんですよ、これ。あ、これで初めてのマクドか。そうか、その日。上本町マクド、ね。上本町のマクドね、これ初めて行った、俺。うん。綺麗でね、うん、で、中ね、これ、店員さんね、俺の憶測やで、うん、ほんまに何やろ、ラグビーの試合ぐらいの選手の数ぐらい、俺と間違う。
ここの上本町のマクド27、8ぐらい。いや、多いよ。多い。通られへんよ、そんなんもう。感覚、俺の感覚で。めちゃくちゃ多い、店員さん。あ、空きれい。ちょっと疲れ始めてるね。この辺ぐらいから。まあ、もう言うても多分3時、2時、3時。そうやね。あ、嬉しい。ほら、だって肌ツヤ良すぎ。どうしたこれ。発情期やん、この子。このツヤは発情期のツヤや。これね、いいテロップですね。うん、いや、ほんまにね、ラブジャングル、すっごい声聞こえた。初めてやったラブホテル。俺初めて。どういう気持ち？それすれ違ったりせえへんのカップルとか。いや、いっぱいおった中に。あ、そう。おったし、あ、ここ意外と安いねみたいな会話とかしてて、ほんでほんまてか、そう全然終わってたけど、うん。すっごかったのよ、声が。あんな漏れるっけと思いながら。だからまあ、僕らもそんな回数行ってないもんね。うん、行ったことはあるけど、うん、そんなベテランじゃないから、知らんもんな、あんまり。多分、あそこの、その何仕切りは、ただの障子やと思う。隣の部屋との。バカ殿みたいな。ぐらいの漏れ方。いや、でも、か、もしくは、その、実際その、楽しんでらっしゃる方が、うん、死ぬほど、ラウドボイスやった可能性あるね。かもうマイク持ってたから。自分で寝てやがるですね。もうほんま気ぃついたら寝てました。全く。ここね。元気で急なカントリー。これ。いや、その、明るくなってんのおもろい。ステップおもろいな。編集して自分で切って切ってしたら、やっぱあんだけくたびれてたやつがあんな踊り始めてんのやっぱ楽しかった。見てて。こっから後半戦です。さあ、というわけで。はい、4本目でした。